皆さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ゲストの今垣選手、本当にバタバタだったんですけど、うん、どうでしたか、リモートの。あ、いろいろすいませんでした、途中で。いや、全然です。全然です。どうですか。息子さんがこういうの得意なんですよね。はい、おーいって呼びました。急にね。急に切れたんですか、あれ。はい。焦りました。電話かかってきたら切れました。あ、はい、なるほど、なるほど。めっちゃ焦りますよね、生放送で。でね。つながったと思ったら横向き、そう横向きでしたからね。なかなかないですよ、生放送で横から出てくると。めちゃくちゃ面白かったです。最高でした、はい、完璧でしたけど ね、 いいですね。大正解でした。大正解です、はい、本当は今垣選手は本当に完璧です。いやなんか本当に今垣選手の、うん、知らないなんか一面というか、じゃあ本当に今垣選手って見た目とかピットの中ではやっぱりちょっとあのオーラを感じすぎて、うん、皆さんピリピリしてる感じに見えますけど、うん、実はめちゃめちゃ天然で、あら、本当面白い方なんですよ。天然なんですか。すごいんですよ、視力がすごいっていうのは知ってるんですよね。いやもう本当すごくて、あのボートさっきも吹くっていう話してましたけど、はい、ボート自分でめっちゃ吹きはるんですよ、うん、ね、今垣さんめっちゃ吹きますもんね、はい、あ、吹きます、ね、吹きますね。それなんか理由があっての決め事ですか、いつもの。いえ、まあなんでしょう、あの車こうピカピカにするの好きな人とかと一緒な感覚じゃないですか。そう、だから絶対ピカピカでいたいんですよ、はい、なるほどね。ただ本当にカッパだけは真っ黒なんですね、今垣さん、はい、あれそこはあんまり気にならないんですかね、はい、そうですね、まあ例えば車とかもあんまりピカピカじゃないです。逆にね、自分のやる、ボートだけなんですね。ボートだけ、ボートとエンジンだけでプロペラだけですかね。さすがですよ、すごいですよね。愛が伝わります。仕事ですから、もちろんプロですから、はい、はい、そんな今垣選手なんですけど、あの、はい、ご飯の写真をいただいてたんですけど、はい、番組中出せなかったので、ね、今出したいと思うんですけど、はい、食事にこだわってるということですね。あ、すげえ、これなんすか。何これ、タンパク質を取るということで。はい、納豆じゃないですか、まあ、納豆と、まあ、山芋、大和芋って言うんですけど、こっち大和芋ってあるんですけど、はい、と、あとブロッコリーとか、へー、あと、まあ、朝はまあ、人参ジュースは必ず飲みます、朝と昼は。人参ジュース、お野菜中心なんですね。人参ジュース、そうですね、まあその後に、カレーライスとか、まあ、玄米とブロッコリー入れて、なるほど、すごい、食べたりとか。でもやっぱり、え、なんすかこれは、これはなめこ、優しいお酢。優しいお酢はすげえ見えてるけどね。納豆にかけますね。あ、優しいお酢を、あ、とか醤油は、まあ、ほとんど使わなくて、あ、へえ、すごい、アマニ油、アマニ油とか、はい、お酢をかけて食べ、あのドレッシング代わりにして油をね、体に入れるといいって言いますもんね、はい、MCT オイルもある、はい、最近っていうか、うん、何ヶ月前かにネットフリックスの動画で、はい、ゲームチェンジャー、うん、栄養学の真実っていう映画を見たんですけど、はい、すごいそれで衝撃受けて、はい、まあなんかすごい鶏肉をすごい食べてたんですけど、あのタンパク質あるので、はい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 、それ以来なんかあんまり食べなくなってしまって、うん、もう代わりにブロッコリーばっかりになってしまう。え、そのネットフリックスはブロッコリーの話なんですか。いえ、あの根菜主義がいいってことですね、うん、あ、はい、肉食じゃなくて根菜主義の方がパフォーマンスが上がるということで、はい、だからすごいですよ、ストイックでしょ、ね、よかった、まだまだ着地がちゃんとあって、あってよかった、見たんですけど面白かったですって言った瞬間石川県行ったのかな思いましたけど、だからブロッコリーを積極的に、そういうことですね、すごい栄養価高いですもんね、ブロッコリーって、はい、いや、もりもり食べてます、もりもり食べてください。じゃあもうすごい、体がすごいんだもんな、ね、すごい、もうあの写真も いや、あの写真もう一回見る、まず一番最初の川辺での、最初の川の動画だけもう一回出して、トレーニング映像をね、もう一回出してよ、どういうトレーニングなのかもう一回聞きたい。あのヨガって言い切ることもちょっともう違うしな、散歩も出ますよね、ジョギング途中の、あれはどこですか、はい、あれはもう地元ですか、石川ですか、
あれ、地元の公園でも、はい、まあ、県外でも、まあ、公園があると大体上半身裸になって、はい、人目のないところで、ダメですね、うん、人目がなくても上半身裸はダメなんですよ基本あ、そうですか、ダメですね、そんなことない、そんなことない、そうですかじゃないですよめっちゃ、いやこれよすごいんですけどえ、これ体脂肪結構低いですよね。そうかも、まあ、夏場に限ってですけどね。これ注目なのが上半身に行きがちなんだけど、うん、足の位置もおかしいのよ。そう、足の位置おかしいしクロックスなんよ。そうなんですよね。あ、そうですね、開脚みたいなことしてるってことですもんね。いや、でも今垣さん、はい、めちゃめちゃ体柔らかいですもんね。へー、すごいな。やっぱり筋肉、しなやかな筋肉っていうのは大事なんですね。なんかもうボートのレーサーやけど馬みたい、わかる？わかる。なんか艶も今ちょっと色味みたいな、色味もえぐいっすね。すごい。え、ちょっと待ってください、これ家ですか？家です。プールついてんすか？いえ、プールではないですね。え、これプールじゃない？それ何ですか？今プールサイドの写真に切り替わったんですけど、あ、それはプールです。え、これ家ですか？いや違います。ああ、はい、びっくりした。びっくりした。でもありそうだから。ありそうやから、だって4位やからね今。そうです。障害獲得賞金。障害獲得賞金4位やから。すごい。すごいな。いやでもさすがでしたね。ストイックさ。ちょっとですね。うん、でも体がちょっと筋肉がカチカチすぎて、はい、まあ、柔軟が追いついてないんですよね。あ、今ですか？はい。だから肩がちょっと上がりにくかったりとか。はい。筋肉がつきすぎて。ちょっと。もうストレッチしてもしてもちょっとほぐしきれてないというか、バランスが悪いですね、柔軟性と筋肉の。じゃあだから筋トレしすぎですって期待すぎですね。鍛えすぎですよだから。そしてですね、あの、はいはい、渡辺さん、あの、はい、今垣選手は1のこだわりがすごいんですよね。で取材の中で伺ったことがあるんですよ、はい、まあ、ストイックなのはもう皆さんご存知だと思うんですけど、うん、はい、その、まあ、1着っていうことで1へのこだわり、例えばちょっと伺ったのがですね、真偽をちょっと確かめたいと思ったんですけど、うん、あの新幹線乗ったりする時の座席番号とかですね。1番ってこと？1がいいんだ。はい、1とか11とか。そうですね、あと8とか。8もですか？ 8は僕末広がりで、まあ交番にも入ってるんで好きな数字なので。はい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 。まあ、3388なんで3と38とか。あ、だから当番のやつですよね、自分の登録番号の数字も生かして、はいはい、で1も好きなんですよね。まあ、 時計とか見ると11時11分とかになると、うん、わ、縁起1ってパンパンってしますけど。なんで？なんで？あ、ピン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 ってことで。ピン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 ですね。ピンピン11秒までこう見てちゃんと。あ、でもそれデジタル時計で23時11分ってなってたらどうしたらいいですかじゃあ。それでもパンパンでやるんかそれもやるんかい。自分次第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 。あと今垣さんもう一つ一円のこだわりで、はい、あの、はい、テレビの音量がだいたい11って聞いたことあるんですけど、それは本当ですか？そんなに気使って？22はしないです。22はしない。だいたいしないです。20結構でかいですよ。20はあの自己点、フライングすると20点なので。はい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 。なんか。20っていう数字はあんま好きじゃないです。ああ、じゃあ音量の11は嘘ってことですよね。いやでもまあ20以外はしますかね。21だったらいいですか？はい、21なら OK です。21はいいですかでも今のテレビもう20やったらでかいですよ。え、私25ですよ。でかっ。私も26。嘘やろ、はい、それぐらいが普通でしたよ。いやいや15ぐらいじゃないん。ちっちゃ。そう、僕13とかで聞いてますもん。古いテレビ使ってんじゃん。え、今のテレビすごいよ。目の前で見てんじゃないですか。目の前で。あ、家が広い言うてんの。ここで馬鹿野郎。ここで見て何がわかんだよ。今垣さん、今垣さん、今垣さん本当ね、この人たち性格悪いんであんまり今垣選手の話をしたいんですよ。そういうことですだから22はしない。 20はなしで、なし。でも1へのこだわりというのはやっぱり意識はされてるっていうことですよね。そう、まあ、少しは特に時計とか、うん、こうパッと見た時に11時11分やったら、あ、なんか縁起って感じで。それエンジェルナンバーって言うんですよ。あ、そうなんですか。そう、はい、いいことを伝えてくれてるんです。数字から、数字によって違うんですけど、ゾロ目の222の時はどうします？
あ、それでも OK です。222も OK。 あの、じゃあ、大体じゃなくて、ゾロ目がいい。ゾロ目が好きなんですよ。そうですね、はい、あと3と8、いっぱいあった数字。1238ですかね。いっぱい数字あった。いいですね、掘れば掘れば。やっぱり1時間じゃ足りない、足りない。今垣選手に関してはめちゃめちゃ面白いんですよ。イメージが変わって、ちょっとレース見るの変わるでしょ、はい、変わります。でもレースになったらあんだけ攻めるんですよ。すごい、もうほんとね、かっこいい。めちゃくちゃギャップができた。かっこよすぎるね。はい、さあ、いよいよマスターズチャンピオン、はい、もうすぐということなので、うん、私たちもこちらから全力で応援しますので頑張ってください。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで、お礼を言ってください。長嶋さんもゲストでした。なんやねん、その振り。おいおい、あの石川行ってからあんたんち行ってピンポンダッシュしたのか、ほんまに。最後に、最後になんや、最後に一言、こんな雑な振りありますか。皆さん、うん、皆さん聞いたことありますか。馴染みすぎちゃって、やっぱ馴染みすぎちゃってゲスト感がないんです。あ、ほんまですか、うん、すいませんね、はい、今垣さん、お疲れ様でした、はい、本当にあの、あ、お疲れ様でした。マスターズ頑張ってくださいね。はい、無事故で、はい、走り切ります。ドリーム期待してますからね。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。絶対展示は動きますもんね。そうですね、まあいろいろ作戦で、はい、まあ、エンジン言えるわけないでしょ。言えるわけないでしょ。言えるわけない。動きますって言えるわけない。そんな感じで。ポロッと出しはるかなと。やばい、選手長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、バイバイ。バイバイの。さよなら。さよなら。なら。なら。ありがとうございます。ありがとうございます。